皆さんこんにちは、テューバ奏者の荻野真と申します。よろしくお願いします。今回のこのオテロの演奏会形式では、このチンバッソという楽器を使って演奏します。オテロのパート譜にはチューバとは書いてないで、バストロンボーン、トロンボーンバッソって書いてあるパートをこの楽器で演奏することになってます。なのでチューバよりは音色がトロンボーンに近い音色が出たらいいなと思って、リハーサルをしていました。オテロは、嵐の場面から始まりますが、とてもドラマティックで、まあかっこいいなっていうか、すごく起伏が激しい。違う場面になったら違う音色、表情にガラッと変わって、今日はまだ1日目のリハーサルだったので、これからもっともっとチョンさんの要求を、理解して音に出していきたいなと思います。きっと本番は皆さんに楽しんでいただけるようになってると思います。チョンさんのオテロというべきなのか、東京フィルのオテロというべきなのか、厳密にこうはっきり分けることできないと思うんですけど、登場人物やいろいろな場面を、舞台のセットがなくても、感じられるように演奏できると思っています。今日のリハーサルでも、もっとこういう音を出してほしいとか、ここはどういう場面なんだとかっていうことを説明してもらいながら演奏練習しましたし、それが音だけ舞台のセットないですけど、目に見えるような感じで演奏できるのが東京フィルなのかなと思います。